金のためにね動く、まあ、あのなんかやる、まあなんかやるんだったら、まあ対価は得たいですよね。まあただ反対側にそのお金をいただいてもいいぐらいのことはしないといけないという自分のレベルも知らないといけないですよね、うん、やっぱこう金銭的にキュウキュウとしてる時って、まあ誰一人ね金を払うレベルで動いてなかった、そういうふうに思われていたってことなんでしょうね、うん、だからねこんなに頑張ってるのにっていうふうに自己肯定感出るとここが見えなくなるんですよ、うん、だからまだ打つ手があるんじゃないかなっていうふうに自己否定していくとね、なんか次の一手が打てるんですよね。これじゃないのかなとかね、なんかまあね、また麻雀の例出しますけど、麻雀をやることによってお金を稼ぐことができるけど、麻雀をやらせることによってお金稼ぐことできなかったんで元の目標になっちゃったんですけども、じゃあ麻雀以外で稼ぐ方法はないかなと思ったらあったということでしょうね。うん、まあそこなんじゃないですか。いってらっしゃい。